境筋は、大阪府大阪市中心部の南北幹線道路。本校では、都市計画道路境筋線についても記す。船場中央1交差点より北を望む大阪市、北区の天神橋1交差点から、大阪市中心部の船場、島の内を縦断して、西成区の天下茶屋東1交差点に至る、全長約 6.1km の南北幹線道路。 大阪府道102号エビス、南森町線の大部分を占め、ほぼ全線の地下に地下鉄堺筋線が通っている。かつては、三越や松坂屋、高島屋などの百貨店が立ち並び、大阪一の目抜き通りであったが、1920年代から1930年代にかけて大阪市が、御堂筋を新たなメインストリートとして、整備、拡張を行い、さらに地下に、 日本初の公営地下鉄である、御堂筋線の建設を行ったことで、大阪の中心は、堺筋から、御堂筋へと移っていった。天神橋1交差点日本橋3、南交差点間は、起点方向への北行き一方通行で、前後車線。このため、東側を走る南行き一方通行の松山地筋と対になっている。 日本橋三南交差点天下茶屋東一交差点は片側2車線の全4車線以上となっている。島の内となる長堀橋交差点日本橋間では、長堀橋筋、日本橋阪神高速1号、環状線恵比寿町入口間では、日本橋筋とも呼ばれる。また、堺井筋は佐藤の隠語でもある。堺井筋線は大阪市の都市計画道路である。 現在は、起点から天下茶屋東一交差点までが、堺井筋として開通しており、また、終点付近の西成区田まで東の区間も事業は完了済みとなっている。その間の区間は、未整備であり、事業に取りかかってもいない。堺井筋左手に、大阪の村銀行と、白木屋が見える和歌山へ行ったる紀州街道の一部区間に、あたり、江戸時代の船場において、 堺へ出る道であったことから、堺筋と呼ばれ定着した。当時から人通りが多く、南北方向のメインストリートであったが、大川には架橋されていなかった。大川以北からの人通りは大川に南波橋がかかる一筋西の南波橋筋に流れ込むようになっており、南波橋筋は西宮へ至る中国街道の一部区間にあたる。江戸時代の大阪は、 東西方向の道路が主で、銃である南北方向の道路は3.3件幅しかなく、南へ伸びる境筋と北へ伸びる南場橋筋とで繁栄を二分していた。境筋は1908年に日本橋三交差点恵比寿交差点間が拡幅され、大阪市電南北線が付設された。ついで、1912年に、 北浜一交差点日本橋三交差点間が12県に拡幅され大阪市電堺筋線が付設された。この際、大川北岸の天馬へ向けて南馬橋に市電を通す計画に対して反対運動が起こった。そのため、1915年に堺筋に新南馬橋がかけられ天神橋一交差点北浜一交差点間には、 大阪市電天神橋西筋線がア設された。以降、旧、南波橋が撤去された南波橋筋は、裏筋化の一途をたどり、以前の南波橋筋の役割が加わった。坂井筋は、人通りが倍増した。1917年には三越が、高麗橋二丁目に、1921年には、白木屋が、ンゴ町二丁目に、1922年には高島屋が、 長堀橋筋一丁目に、1925年には、松坂屋が日本橋筋三丁目に店を構えるなど、坂井筋は大正時代に繁栄を極めていた。しかし、1937年に、梅田南馬間を24馬幅で結び、地下には大阪市営地下鉄御堂筋線が通る御堂筋が、進行する。商業施設はいち早く、 一般企業の多くも戦後を未同筋へ移転し、メインストリートとしての地位も未同筋へ移った。市電は19 1970年から交通渋滞緩和のため、上述の期待期一方通行が開始された。ありがとうございます。